メディアを再生する海底6万マイル本編。海底6万マイルは1916年に公開されたアメリカ合衆国の SF 映画。サイレント。監督はスチュアート・ペイトン。原作はジュール・ベルヌの海底2万里だが、神秘の島の要素も加えられている。2016年アメリカ議会図書館は文化的、歴史的、神秘的に重要なものとして、 本作をアメリカ国立フィルム登録簿に保存した。2009年、有限会社フォワードは海底6万マイルと解題して DVD をリリースした。海の怪物の調査のためにアメリカ海軍はエイブラハムリンカーン号を派遣する。怪物の正体は潜水艦のオチラス号だった。交戦の結果、乗船していたフランス人教授ピエール・アロナックス、その娘、 森内のネットランドなど4人が海に投げ出される。4人は、ノーチラス号に救助されたが、ネモ船長の捕虜となる。同じ頃、ボンド大尉たち北軍の石膏たちの乗った気球が風に流され、ノーチラス号の近くの神秘の島に不時着する。その島には野生児の娘がいた。娘は、実は、ネモ船長の生き別れの娘だった。インド王子だったネモ船長は、 チャールズ・デンバーによって妻を殺され、娘を奪われた。デンバーは娘を島に置き去りにし、彼女は自然の中で成長したのだった。そのデンバーが娘の様子を見に、ヨットで島に戻ってくる。ネモ船長は、魚雷で、デンバーのヨットを破壊し、復讐を果たす。ネモ船長は、娘と再会を果たした直後、死ぬ。海底で葬儀が行われ、ノーチラス号は深海に沈められる。 この映画は水中で撮影された最初の映画である。撮影はバハマのウィリアムソン・サブマリン・フィルム・コーポレーションが担当した。しかし水中カメラは使用せず、防水チューブと鏡を使って日光が差す浅い位置で演じられた水中シーンの鏡像を撮影した。制作したユニバーサルだが当時はユニバーサル・フィルム・マニファクチャー・リング・カンパニーという社名で、 まだメジャーではなかった。しかし、革新的な特殊技術、ロケーション撮影、大規模なセット、エキゾチックな衣装、小舟、高校可能なのーチラス号の実物大の、看板部などに惜しみなく金をつぎ込んだ。制作期間は2年、制作費50万ドルかかった。しかし、制作費が高すぎて、利益を上げることはできなかった。ありがとうございます。